どうも中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会、高市早苗平総裁選さあ、やってまいりました。総裁選。ねえ、河野太郎さんやって、ねえ、岸田文雄さんやったんだったら、もう,もうやってくれますよね、というね。全員やれよ、というですね、ものすごい圧、食らっております。 河野太郎さんだけをアップしたときはですね、他の奴もやらなかったらお前をものすごい罵ってやるからなというコメントがものすごい多かったです。大変ですね、政治を扱うのはね。まあ、その声を受けてね。でもやりますよ、もちろん。なんでかってね。面白いからです。河野太郎さんの人生も面白かったよね。岸田文夫さんの人生面白かったね。岸田ビジョン超面白かったよね。その上でこの高市早苗さん、正直、 今日過去一出ると俺は思ってる。それぐらい気合入ってる。こんな面白い人いないんだからね。やっていこうよ。やらしてくださいよ。ね。僕は正直な話、政治思想。 ある方じゃないです。だから、何かの応援のためにやるわけでも、何かを批判するわけでもなくて、ただただ芸人として、みんなに分かりやすく面白いって思ってほしいだけなの。あとはみんなで考えてっていうスタンスなので、そこよろしくお願いします。この高市早苗さん、総裁選に立候補しました、安倍さんが支援してるぞっていうところまでは皆さん、 わかってると思います。で、ニューアベノミクスなる、サナエノミクスっていうところをね、すごくこうプッシュしている。で、もしなったら女性初の総理大臣になるかもっていうところまではニュースであると思います。でもそれ以外のことあんまりよくわかりませんって人多いと思うんですよ。でもそんなんじゃもったいなさすぎるんです。この高市サナエさんというのはとんでもないドラマを持っている人なんですよ。すごいですよね。ねまあ今回出ました本、こちら、ドン。ね 美しく強く成長する国へ。ねなるほどなと。この本、タイトルをまず見てほしいんですよ。美しく強く成長する国へでピーンと来なけりゃ、やっぱり素人さんなんですよ。これピーンと来るのはですね、2006年、第一次安倍内閣が発足した時に、安倍晋三さんが出した本のタイトルが、まさに、美しい国へだったんです。 その美しい国へを強く成長させるというですね、これはもうこのタイトルに全てがこもってるんですよ。安倍晋三さんの政治を完全に継承した上でパワーアップさせるぞというですね、安倍政治を取り戻すんだという気合の入ったタイトルでございます。ねえ、このタイトル。 それだけではないドラマがあるよというのは後に説明させていただくんですけども、もう素晴らしくですね。もう、もうすべてがこもったタイトルと言って過言ではないですね。日本経済強靭化計画。すごいですね。日本経済強靭化計画。すごいです。強靭の陣ってそんな、刃入ってんだっていう。強靭の陣って書いたことないんだけど、これ、こんな字なんだっていう。物々しいですよね。 中身はですね、非常にマッチョでございますね。アベノミクスっていうのはそもそもどういう経済だったかっていうのを皆さん覚えてらっしゃいますかね。1のや2のや3のやっていうのがありましてね。まずは金融緩和して財政を出動させて、その上で成長戦略だっていうやつですよね。でこれはどういうことかと言いますと、とにかくですね、経済を成長させるってことを優先していくっていう。まあ簡単に言うとそういうことなんですよ。とにかくお金をする、国債を発行する。 え、それだそれだとさ、帳尻が合わないんじゃない赤字が出ちゃうんじゃないのん、のん、のんで、恐れるなと。とにかく、どんどんね、もう市場にお金を撒いて、その上で赤字国債を発行しようが、ガンガン、ガンガン、大企業を儲けさせることができれば、トリクルダウンとい言って、大企業が先に儲かったら、そっから給料上がっていくよね。みんなも豊かになるよね。という大企業優先。その後に、 国民まで豊かさが行き届けばいいな。そういう戦略だったわけですね。ところがこのアベノミクスというのは、要するに格差を生んでしまったんじゃないかとか、弱いものを置いてけぼりにしてるんじゃないかとか、大企業優遇なんじゃないかとか、そういう批判が、まあ、付きまとったわけなんですよね。なので、河野さんとか岸田さんが中間層に、中間層に再配分するって言ってるのは、そのアベノミクスを修正するって意味なんですよ。 だから、河野さん、岸田さんは、いや、あの、大企業は持って、儲かってるかもしんないし、税収上がってるかもしんないけど、国民は豊かになったっていう実感ないんすよね。豊かになってる実感ないんすよね。分かってますよ。だから、これから、その儲かった大企業が給料をみんなに配分するようにしますからっていう、いうことをですね、強調して言ってたのが、まあ、その河野さんとか岸田さんなんですよ。はい。そんな中で、いやいやいや。 ひよってんじゃねえぞっていうのが高市さんなんですよね。ひよってんじゃねえぞって。まだまだ行くぜって。まだまだ大企業で行くぜって。赤字国債なんぼのもんじゃいっていうね。ガン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 赤字国債ね、出してもね、いろんな理論があるんですよ。MMT とかいろんな理論があって、時刻立ての通貨持ってるんだから、全然まだ恐れるに足れる、足る段階じゃないから。もうガンガンまだまだ大企業で行こうっていう経済です。はい。 ですがですねここでポイントなんですけどもこのサナイノミックスとかニューアベノミックスっていうところが実はポイントの人ではないんですよここが大事なことなんです一番大事なのがはいこの名前の横に書いてありますけども国家観、これなんですねなんでそんなに高市さんは安倍さんを応援してるのかというとこの国家観がぴったりと一致してるからなんです難しいね国家観、ね 人生観とか聞いたことあるよ。人生をどう見てるかっていうね。あなたの人生観を教えてみたいなね。僕にとって人生はそうだな、一つの小説かなとかいろんなね、人生観があると思うのよ。だけど国家観聞かれたことあんまなくないですかでも国家観をすっごい大事にする人ってのはいるんですよ。その上でどういう国家観かっていうのを言いますね。 まず、高市さんが国にとって一番大事なこと。国の究極の使命はって繰り返し繰り返し言ってることがあるんですね。それが国民の命と領土を守ること。つまり安全保障なんですよ。高市さんにとって一番優先で考えてることっていうのが安全保障なんですね。まあ、いろんな政治家さんがいろんなテーマを持ってこう活動してるわけなんですけども、誰しもが同じテーマでやってるわけじゃないんですね。この高市さんは 国家というのは国民の命と領土を守るもんなんだ。外国の攻撃からっていう世界観が一番強い人です。それと連結して全ては出てくるんですね。 安全保障が第一で、特にどこから守るかっていうと、中国、韓国、北朝鮮っていうアジアの近い国からの攻撃。まあ、領土問題もいろいろありますよね。尖閣諸島とか竹島問題とかミサイル発射とかいろいろあるじゃないですか。そういうとこへのアンテナが一番高いんですよ。で、中国、韓国、北朝鮮とのその領土問題とか国防がとにかく一番大事だから。だから、国防軍を作りたいって人です。 はい。自衛隊っていうものにはいろんな歴史があって、なかなかうまくね、こう、他の軍とは違うんですよね。日本は軍を持ってないっていう前提で、その、警察呼びたいみたいなところから、なんか自衛隊みたいになってて、こうなってるわけアメリカの、こう、意向といろいろありながらそうなってるっていう。それはなんとなく皆さんご存知じゃないですか。でもそうじゃなくて、はっきりと日本は、国防軍を持つべきだっていう考え方です。 なんでかっていうと、中韓北朝鮮から日本の国民を守りたいからですよね。中韓北朝鮮から日本の国民を守りたいから、安全保障のことを考えるために国防軍を持って国防省にしたいんです。はい。それははっきり書いてあるんです。これは本じゃないんですよ。本の方じゃなくて、コラムに書いてあるんです。何コラムって。それがブログです。 実は今回ですね、参考にしたさせていただいた、このね、総裁選に合わせて出した本というのが、ほとんどですね、この高市さんの人となりと、本当の国家感を抑えて書いてあるんですよ。 はい。なんでかっていうと、いろんな周りの人の思惑もあるんでしょうね。あまりにも本音を伝えすぎると、今回総裁選で国民がちょっとぎょっとしちゃうかもしれないから、経済にフォーカスしましょうって言って、今回のその、美しく強く成長する国へ日本強靭化計画というのは、経済にフォーカスをしているんですが、この本では人となりもですね、本当の高市さんの旨味も全くわからないんですよ。まあもちろんこの本にもいろいろ書いてあるんですが、 高市さんを知りたければ絶対に読んでいただきたいのが公式ホームページのブログでございます。なんと始まりは2000年から2000年から現在までなんと21年にものを渡るですね、ブログがすべて残っております。そのブログといって皆さん侮らないでくださいね。 ブログと言ったらね、もうそのアメブローとかで芸能人がやってて、写真をちょんって乗っけてね、今日こんなパフェ食べちゃったとかね、私こんなに抜かってますとか言ってね、もうそのこんなページに6行ぐらいしか書いてなくてスカスカじゃんみたいなそういうタレントさんのブログなんて甘っちょろいんだぞ。高市さなえさんのブログを開いてごらんなさい。私思いました。これ公文書ですかって。公文書ですよ。もうその公の公,公文書ないしもうほぼ古文書。 ビッチビチに詰まったですねもうそのカジュアルのカの字もないですねもう強力な理念とですね活動のですね報告がですね最初の初年度ぐらいですちょっとカジュアルなのはもう2年目ぐらいからバッチバチにですねこれ誰に向けての日報なんていうその。 これもうブラックな上司が毎日毎日考えを国名に記せって言われたんじゃなきゃ辻褄が合わないぐらいビッチビチに書いております。本気です。もうガチンコのブログです。もうブログを超えたコラム。それの20年分。これがまあ面白い。ブログオブザイヤーじゃなくて私ブログオブザイアースをあらたたい。センターオブザイアースみたいに。 ブログオブジアースと言ってもいいぐらいですね。こんな歴史的資料ないんですね。20年のブログ、今回私読ませていただきました。本当に読み終わった後はですね、ドストエフスキー、FC、を読み終わったのかなというぐらいですね、罪と罰以来のカタルシスを感じております。それぐらいに重厚。重厚なんです。そして、そのコラムの中で書いてあるのがこの国家観なんですね。なので、 国防軍を作るんだっていうこと。ね。で、国防軍を作るためには、もちろん憲法を改正しなきゃいけないんですよね。はい。なので、憲法を改正しなきゃいけないのは、なぜかというと、国防軍を作りたいから。なぜ憲法を改正してるのかというと、国防軍を作れない憲法だから。それはどういう憲法かというと、高市さんによく GHQ の押し付け憲法で、日本人が作った憲法ではないから、日本人による日本人のための憲法を作りたい。これが高市さんの考えですね。 で、この憲法改正の了解をもっと広めるためにも、国民への教育を変えなきゃいけない。だから現在の教科書に対しては非常に不満を持ってます。どういう不満を持ってるかというと、歴史への記述ですね。ですから、その第二次世界大戦、太平洋戦争、あの頃の記述が特にお気に召さないです。高市さんとしては。ね。 特に村山談話と言われるですね、えー、自社、さのね、えー、連合の時に村山富市さんが、はい、総理になった時にですね、村山さんが、ね、アジアの諸国民の皆さんにはですね、この日本が侵略戦争をしたことをお詫びしたいというですね、侵略戦争っていう、その認識があったわけですね。それを自民党は今もう継承してるんですよ、基本的には。これがとにかくご立腹です。これ高橋さんは、侵略ではなかったと、ね。 あらゆる戦争は正義のために行われてて、勝った国だけがね、なぜ侵略じゃないとうなって、なぜ負けた日本は侵略と言われなきゃいけないのかという,う非常にご立腹です。はい。なので、教育を変えてですね、あの時の戦争は、そんな卑下するもんじゃない。つまり、自虐史官って言われるやつですね。自虐するなと、歴史で自虐するなと、私たちはね、その誇り高き日本軍として戦ったんだっていう教育がしたいんです。 なんとなく世界観分かっていただけましたでしょうかまず教育を変えて、日本の戦争は悪いものじゃなかったという教育に変えます。その上で、そうかそうか、じゃあ憲法は変えて軍を作った方がいいねってやって、憲法を変えます。そして憲法を変えて、防衛省をですね、国防省にして、で、防衛軍を作ります。その防衛軍は、総理大臣が緊急事態宣言を発布したら、 総理が自由に使える軍隊です。はい。そういう軍隊を作ることで、中、韓、北、朝鮮から日本の国民を守る。これが、高市さんの国家観でございます。皆さん、この高市さんの国家観聞いて、どのように思われるか。ああ、これはですね、私今回は論じたいところではございません。こういう考え方の人がいるよっていうことが、まず一個ですよね。 まあですから、こういう考え方をですね、非常にその通りだって思ってる人からですね、熱狂的な支持を受けてるんですね。高市しかいないと。日本を守れるのは高市しかいないっていうですね、そういうネット勢の声っていうのも一個あるわけですよ。ね。いわゆるネトウヨとか、右派とかですね、愛国とか、いろいろ言う言い方があるんですけれども、そういったところからの支持が熱烈なのが高市さんなんですね。はい。お分かりいただけましたでしょうか そんな高市さん、ある人は批判するわけですよね。まあ、安倍さん、圧倒的にね、この10年間をね、最長政権でやってきた安倍晋三ね、取り入ってんじゃないの安倍さんにさ、気に入られようと思ってさ、なんか愛国とか言ってんじゃないのなんていう意見があるのなら、ぜひコラムを第1話からご覧いただきたい。筋金入りですよ。 実はそういうですね、愛国みたいな人はですね、ある日目覚めるって人がいるんですよ。ね。それまで普通に生きてきてですね、んとか、そういう系の雑誌とか、そういう系のネットの動画とか見てですね、<laughs> そうだったのか。よし日本人として立ち上がろうって言ってですね、アイコンを日照記にしたりとかですね、いろんなことをしてですね、愛国だ、愛国だって目覚めるタイプの人がいるんですけど、そんなもんじゃないんですよ。もうこの高市さん2000年の第1話のコラムから、愛国的なんです。 愛国の定義に関してはわかりませんよ。私も。私だって国愛してるけど、高市さんの考えとはちょっと違うんですよ。正直な話。ね。みんなだって国愛してると思うけど、みんなの愛国と、いわゆるここで言われてる愛国がちょっと違うっていうことだけね。ちょっと、ちょっとそこ認識しといていただきたい。ね。そんな中でもう2000年のブログからなんです。でもか私はですね、これは調査が必要だと思いまして、老い立ちから探らせていただきました。 そのブログを全部読むとですね、もうとにかく高市さんは自分の話をしたがらないんですね。全然自己開示してくれないんですよ。すごい真面目な方なので、仕事の報告を毎日びっちりなさってる。だから全然人となりがわからない中で、時々垣間見える人間らしさ。そこを見たときにですね、私は老い立ちを少しずつ埋めていきました。 その高市早苗さんとはどういう人なのかの生い立ちから探っていこうじゃありませんかというお話でございます高市さんはいつそういう考え方に至ったのかそのルーツは最も古いところからだったんですよ生まれは奈良県でございますね奈良県に生まれてお父さんは会社員ね、メーカー勤務の会社員の方でお母さんは警察官だったんですね なんと今回の総裁選でねやっぱり河野さん岸田さん二世世襲議員ですよね世襲じゃないんですよ世襲じゃないんですところがこの行進からの教えというのがこの高市さんの今日心情にですねめちゃくちゃ影響を与えてたんですそれが教育直後です出ました教育直後皆さんご存知でしょうか ネットで調べるとですね、すぐに出てくるんですけども、この教育直後というのは、明治政府が明治23年にですね、はい、こう、これをみんなの教育、道徳教育にしようということで、天皇陛下が発布された道徳に関する教育っていう文言なんですよね。はい。なので、親孝行は大事にすべしだよとか、ね、あの年長差は大事にすべしだよみたいな、まあいわゆる道徳の一般的なところを、ね、基本的にはそういう、 のを大事にする国民の自覚を持つでしと。で、国家のためにと。お国のためにと。そして、ひいては、その天皇陛下のためにというですね。その、道徳心を、その国家への、その一個は忠誠という意味で、くるんである内容なんですよ。ここの是非は非常に難しいところなんですけども、これ、要するにですね、これが小学校でとにかく暗唱されてたのが明治時代なんですよ。 つまり明治23年以降っていうことはですね、第一次世界大戦、第二次世界大戦のあの頃の日本で、小学校でマストで暗唱してたのがこの教育直後なんです。はい。ところがこれ戦後、ね、えー、敗戦してですね、日本が GHQ にね、統治されてた時にですね、GHQ がこの教育直後は、ちょっとね、その教えが国家にですね、ちょっと向きすぎているので、 軍国主義を作るんじゃないか。その恐れがあるっていうことで禁止されたんですよ。この教育直後。はい。この教育直後を高市さんはですね、幼い頃、毎日のように両親に暗唱してもらっていたと。毎日毎日お父さんお母さんがこうあるべしだよ、こうあるべしだよ。だからその時代を経てるんですよね、お父さんお母さんが。なのでその教育直後。 GHQ に禁止されたけども、それは勝手に GHQ が禁止してるんだ。だから非常に GHQ の押し付け憲法って言ってね、さっきもすごい憎んでましたよね。そこに対してものすごくですね、もう思うところがあるわけですよ。高井さんのご両親はね。で、その教育直後っていうのをびっちり早苗さんに教えると。そういう子供だったのですと。ここから始まってるんです。なので、昨日や今日の政権を見て安倍さんにするよりとかそういうお話ではないんですよ。 筋金入りなんです。もう、鋼鉄の愛国心です。それをもって、どんな風に育ったのか。高市さん、頭がいいんです。奈良県下、最高にですね、難関だと言われている、うねび高校というところを出ます。はい。そして、ね神戸大学、ね優秀なところですよ。うねび高校から神戸大学、ね非常に頭がいい、成績優秀なわけですね。先ほどの、 スーパージャパンラブスピリットを持ちながらですね、頭がすごい切れるわけですよ、ね。その上で頭がいいだけじゃないんですよ。ものすごい体力とパワーを持ってるんです。ね、高校生の頃からバイクを乗り回してるんですね。バーンすごいですね。 優等生のキャラクターとちょっと違うと、その時の愛読書がバリバリ伝説というですね、もうそのバイクで走りまくるというね、そういう漫画を読んでですね、バリバリ伝説を読みながら、ものすごくバイク走らせて通学してた。ね、学校では禁止されてたらしいんですよ。学校で禁止されてるバイク通学をバリバリだぜって言って、バリバリ行くんですよ。その上で神戸大学では音楽サークルに入るんですけど、違うよ。軽音みたいなね、アニメの軽音みたいな感じじゃないからね。 ヘビーメタルだ。冗談じゃないぜ。ドラムをバンバン叩いてですね、ライブに出たらですね、必ずドラムティスティックを3本は折ると言われた、もう豪のものなんですよ。バン言とか、尊敬する人は X ジャパンの y o s さんです。ブワーバーンくれないだすごいですね。バリバリ伝説のくれないですよ。くれないに染めてやろうかっていうことですよね。 すごい体力があり余っててさらに頭もいいんですそんな人がですね根本的にはその教育直後のマインドでですねお国のために何かしたいっていうところでやっぱ思ってたわけですよその人が大学4年の時に出会ったのが経営の神様松下幸之助来ました松下幸之助もう 経営の神様と言われてですね、ものすごい日本でですね、言ったら高度成,成長とかね、日本のですね、もう大企業のですね、中の一つですよね。松下電機の立役者ですよ。もう本当にだから、今で言うスティーブ・ジョブズとか、ビル・ゲイツぐらい日本で尊敬されてた人なんですよね。その松下幸之助に、なぜかわからないですけど、大学四年の時に出会ったんですって。その時に、とんでもないエネルギーを感じたんですって。 その松下幸之助から、ね、バーンってそして松下幸之助がその時やり始めてたのがプロジェクトが松下整形塾来ましたこの松下整形塾というのは経済とかビジネススクールなんかではありませんこの松下幸之助さんがもう完全にもうその経済として成功を収めた後にこれは国家をなんとかせねばならんってなったんですね幽谷の大きな松下幸之助です どうにかせねばならん、この国を、ね、金は余るほどあるんですよ、松下幸之助はね。経済ではもう無双状態なんですよ。そんな中でですね、憂いてるのは国ですね。日本経済はこのままでいいのか日本の政治はこのままでいいのか ?90 年代になったら日本はも,もしかすると闇に突入するかもしれない。国家を変えねばならん。言ってですね、昭和村塾のような、昭和村塾もね、松下って書くでしょ だくしくも字が似てるんだよね。松下政経塾を作ってですね、それで国会議員を輩出するっていうことを目標にし始めるんですよ。へ、えー、珍しいですね、まあ。結構世界各国で政治家だけを養成しようっていう私塾って珍しいんですよ。ね。入るのもなかなか難しいらしいですよ。もうほんと期生は900人ぐらい集まったらしいんですけども、その900人の募集に対してですね、 まず筆記テスト。その上で TOEIC とか英語のテスト。その上で体力テストまでやった上で面接をして、結果数百人の応募に対して、ほんの20人ぐらいしか、もうギューってやって、20人ぐらいしか合格を出さない。2期生以降は応募自体がですね、もう少し減るので、もっと少ない。一期15人とか10人とか5人なんていう時もある。そういうですね。 もうとにかく松下幸之助はですね政治家を出すんだっていうことです本気を出してですね落とす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 して選抜した精鋭たちを集めてですね絶対に国会議員を作るね口癖は間に合わんだそうですもう間に合わんかもしれん間に合わんこの前で何が間に合わないって、ね、松下幸之助の,その残りの寿命や その国のですね、この揺れ動く国とですね、早く立派な政治家を出すっていう、ここが間に合わないから、とにかく、お前らとにかく政治家になるんだってやつね。それですよ、だから松下幸之介のね。 面接を受けた時の、ね、高市さなさんのインタビューとかもあるんですけどね、まあ、眼光鋭いと。ね、資料とかの映像でね、よく松下幸之助の著書なんて見たらですね、写真でね、にっこり笑ってるおじいちゃんの顔があるでしょだからすごく優しい印象を持ってる方も多いと思うんだけど、ガチャ面接室開けて入ったら、ギャーものすごい眼光鋭いこっちを睨んでくるんですよ。こっちを睨んでくるんですよ。それでじーっと私もう震えちゃって、緊張しちゃって、震えちゃって、何にも喋れませんでした。 ですが、その後日、電話かかってきて、合格だって。ね。なんで合格なんですかって言ったら、天下国家をね、なんとか動かすっていう大人物はね、顔に出るから。ね。顔にその迫力がないとダメ。ね。もうそれまで筆記も運動もテストやってますから。その上で顔見てこんなに睨みつけて、経営の神様が、お前行けるって言って入る。ね。すごいハードコアですよね。ものすごいもう漫画かなっていうね。ねそういう塾に入るわけですよね。そしてですね、その塾。 料金を納めるんじゃないんですよ。料金、お金もらえるんですよ。その活動資金として、松下幸之助さんお金めちゃくちゃあるから、もうこの松下政形塾のプロジェクトに何十億も投じてるから、若者たちと選抜されたんだから、とにかくお金あげるから勉強してきなさい。出馬のための経験を積みなさいっていうことで、この高市さんもアメリカに行って、下院議員のお手伝いとかするんですよね。で、帰ってくる。 で、松下整形術も塾も卒業。そして、その神戸大学も卒業。松下整形塾3、4年あるからね。で、卒業。いよいよ出馬しなきゃなっていう中で、さらに実績を集めるわけですよ。ま、あ、世襲議員でもないわけですから、なんとかして人脈とですね、経歴を集めなきゃっていうことで、その日本経済短期大学の助手をやってみたりですね。あと、フジテレビ系の情報番組のキャスターになってみたり。これすごいよね。ええー。 朝、朝の番組らしいですよ。朝の45分ぐらいの番組で。まあ、半年ぐらいで終わっちゃったんですけれども、そのメインキャスター3人のうちの1人としてですね、そのテレビに出るっていうこともやった。ね。テレビにも出て、ね。で、で、大学の、その、助手もやって、で、その、アメリカの議員の手伝いもやって、いろいろ見識をめ広めて、いざいうね、出馬ですよ。ね。 松下幸之助先生見ててくださいねと。で、お父さんお母さん見ててくださいねと。お国のために立派な政治家になります。そういうことですよ。すごい話です。もうほんと筋金が入ってるんですよ。鋼鉄なんですよ。ね。なりますよと。特にね、この松下政経塾、1期から10期までね。 10期の時にですね、あのー、松下幸之助さんが他界されてしまうので、それ以降は松下幸之助さんのね、イズムを引き継ぐ人によって経営されていくんですけど、1期から10期まで松下幸之助さんが直でですね、魂を注入した、その中の5期生なんですよ。 もうど真ん中、もう松下幸之助さんが「間に合わん国家のために政治家になれ!」って言ってですねそのお父さんお母さんの教育直後をですね受けて育ったですねもうドラムスティックバリオリ折のバリバリ伝説のですね頭脳名跡の,、ね、の高市早苗さんはですね「よっしゃー!」ー言うて出馬するわけですわやっぱそれぐらい体力ないとですね政治家に出馬するってなんかできないよね うん今日も具合が悪いな。出馬しようって人見たことないもんね。うん私繊細さんなんです。出馬しようって見たことないもんね。繊細で、その体が弱いんだったらちょっと休んどいてくださいと。出馬はものすごいエネルギーがいる。そのエネルギーがあったんですよ。バー行くんですね。当選します。奈良県で。時はまだ抽選局時代だったんですね。なぜ当選したか。 すごい新党ブームが来てたんですよ。来ましたね。あの、小沢一郎の時代ですよ。小沢一郎がね、しょうですよね。あの、竹下登や金丸新、そこら辺とですね、バチバチやって自民党を出て、新党立ち上げろ新党立ち上げろ言うて、細川森弘さんとか、そういう人たちをまとめてですね、日本新党とか先上げとか、もう社会党も全員来い言うて、政権を奪取したあの頃、新党ブームの頃に、 無、無所属で当選するんですけれども、そんな中なん、新党の流れに巻き込まれていくんですね。えー、自由党から新新党に入ります。ねえ。ところが、新党ブームすぐ終わっちゃうんですよね。細川森弘さんが、あれーなんて言ってるうちに終わってですね、あれあれなんてね、社会党がなんか引き剥がされて、それでまあ、自社差で連立になって、あっという間に新党ブームは、与党な、じゃなくなってしまうわけですよね。その頃に、 新党抜けます。はい。新党ブームで、新新党として公認で受かった後に離脱するんです。そして自民党に行くんです。自民党の政和会にその身を置くんです。来ました。自民党政和会それは何か現在の細田派。そう。安倍さんのいるところなんですよ。これは新新党を裏切ったのか 理念はないのかって言うかもしれませんけれども、これはね、僕の分析で言うと、理念はずっと、ブレてないんです。つまり、松下幸之助さんの、何でもいいから、とにかく国会議員になれっていうことを、やったわけですよね。その上で慣れたんだから、今度は、自分の国家間に近いところに行きたいと思った。政和会は、あの森さん、小泉さん、安倍さんがいるところなんですよ。 非常に国家間が近いだろうと。高派の保守と言われてるんですね。国家間の近い清和会に入った。そこからコラムが始まります。うわー、すごいですね。もう準備段階でしかなかったんですよ。奈良のお父さんに教育直後、お母さんに教育直後をね、もう暗唱するほどに教え込まれた、その、 パワフルで頭脳明晰な彩色顕微の女性がですね、松下幸之助に出会い、国を変える人間にならなきゃいかんぜよっていうことで、何としてでもって言って新党ブームに乗っかって、無所属から新党、新新党から合格して離脱。そしていよいよ本当に入りたかった自民党政和会の門を叩くことになりました。そこから日記が始まります。時の首相は森。 吉郎さんなんですね。森首相といえばね、まな、ものすごいその神の国とか発言とかもね、したぐらいですね。ものすごい愛国心の強い首相でございますから、もううってつけでございますね。この森首相の勝手補佐官、わかりますかね勝手に補佐官をやるって言って、勝手補佐官になっていいですかすごい売り込みですよ。 つい数年前に自民党の政和会に入った。その上で、あ、森首相。ね。ついに政和会の初めての首相が出たんですよ。それまでは竹下形政会の支配にあったんですよね。その上で、小渕さん、竹下派で可愛がられた小渕さんが体調不良で倒れてしまった時に、密室選挙なんて言われましたけど、数人で決めた暫定の総理、それが森。 首相だったわけです。その森首相にですね、ものすごい肉薄しますね。私が勝手補佐官やっていいですか最初のコラムのタイトルは、勝手補佐官です。勝手補佐官編が始まるんですね。森首相に対してですね、そのね、元キャスターのですね、女性議員、ね、この高市早苗さんをですね、ものすごいこうアピールしていくんですね。なんと第1話から安倍晋三さんも登場するんですね。 このですね、高市さんのコラムはですね、もう、第1話からですね、安倍さんが出てくるんですけども、もう、長い目で見ると、安倍さんとのストーリーなんですよ。安倍と、新三と早苗の、その、国づくりという話に変えてもおかしくないぐらいですね、もう、あ、最初からなんだと。壮絶なものがあります、それは。安倍晋三さん。 めちゃくちゃ国家感がぴったりの人。それに出会うんですね。松下幸之助さん。すごい影響力ありました。でも国家感でいうところ、その両親に影響を受けた国家感を、を同一にする人ってなかなかいないんです。その苦しみが、この勝手補佐官日記のですね、序盤にも描かれるんですよ。結構ですね、言う、言いたいことは言うタイプなんで上に怒られるんですね。その時は野中広文幹事長だったんです。野中幹事長に怒られるんですよ。ね。おい。 あの意見を声高に言うのはやめてくれないか何の意見を言ったか高市さなやさんは外国人参政権に対して大反対なんですね。要するに外国人がね、税金を納めているからといって日本の政治に参画するこれどうなものかね。日本人、愛国心の一個の流派の考えとして海外の人があまりにも参戦すると日本人の国じゃなくなっちゃうでしょっていうね。 うんまあその他国籍で国やっていこうよとかいう考え方の人と違うんですよ。もう日本人のための日本の日本なんだから、あの中国の人とか韓国の人とかが国籍を取ってあの来るとか、その、その、帰化するならいいよ。日本人として。でも帰化してないのに外国人として選挙に一票するのはどうかと思うっていう考え方なんです。でもそれがですね、野中博文さんから怒られるんですね。ええー、なんでか。公明党はそっちの意見だったんですよ。 ね。自民党と,と公明党との関係が今どれぐらい大事か分かるだろそうですよね。自民党と公明党でいろいろ関係が後にね。また出てくるわけなんですけど自民党、公明党がうるさくなうるさく言うんだから、君ちょっと静かにしときなさい。ね。そんなんじゃ女性枠入れないかもよ。嫌な言い方してきますね。女性枠。ね。その当時、 野田聖子さんとか小渕優子さんとかそういう自民党でですね有望視されてる女性議員さんがいたんですけども君ちょっと意見が強いからマイルドにしとかないと徴用しないよって言われたんですねそれに対して反骨心をもらうんですねじゃあいいですとすごいですよまた勝手補佐官ですよ何の役職もないのに勝手補佐官のこの高さ早苗さんですね 国家間だけは譲れません。国家間出ましたね。もうブログの初年度の序盤の方にいきなり国家間は譲れないって書いてあるんですよ。たとえ幹事長の意見だろうが、そんなのでポストなんてもらいたくないし、女性枠、ちゃんちゃらおかしいねって。私のこの能力があれば、男性、どんと来いですよ。まあ、そこまでの意見では書いてないんですけど、基本的に女性枠っていう考え方が嫌いなんですよ。ね。男女、機会を平等にくださいと。私、負けませんので。 これです。非常にパワフルですね。はい。だからこのですね、国家間をいつにする人っていうのはなかなか見つからないっていうのが、この苦悶として書かれてるわけなんですね。その上でも国家間のアピールはまだまだ続きますね。森総理がですね、人気が、支持率が低迷した時にですね、支持率低迷して、もうやめろってなってるんですから、もうこれ以上下がることないんで、今こそ森総理、安くに参拝しませんかって、すごいですよね。 安国を参、安国神社を参拝するとですね、まあ、ちょっとこの、ね、その戦時中の、ね、その、ね、英霊たちを祀ってるっていう、そこを参拝することで、ね、その侵略戦争だったんだって思ってるアジアの諸外国からですね、おちょっとやめてくれないかとピリつく。それでね、その、だから外交問題になるから、あんまり閣僚の人はその安国参拝しない方がいいんじゃないかっていう意見と関係ないでしょと。 ね。送りのために命張ってるんだから、その人たちにいつ参ったっていいじゃない。個人として行ってんだ閣僚として行こうが何だろう。別に外交問題って言われたくないって流派いるんですよ。この外交問題と言われたくないから安くに参拝したい。そういう意見をですね、森首相にぶつけるんですね。行きなさいと。ね。で森首相はですね、基本的に高市さんの意見を受け流していくんですね。はい。そんな中、小泉政権がやってきたんですね。 その小泉政権に行くまでのあの加藤の乱あったでしょ岸田さんが見送ったあの加藤の乱よ。ねか、ね加藤さんマティーに飲んで絶対ついてきますからで見送るっていう、あの見送りの岸田ね。あれを生んだ、その加藤の乱のね、裏側。引き剥がした。その加藤さんの見方を引き剥がしてたっていうブログも載ってんの、この高市さん。そうなの。小泉側だから。YKK の山崎、 加藤と小泉の、小泉側でしょだからもう、この、このブログ面白いのよ。ね。もう深夜から早朝に至るまで、駆けずり回って、加藤派とおぼしき人の家をですね、訪ねて、待ち伏せして捕まえて、絶対に裏切るんじゃねえってってですね、引き剥がし、本当に体張ってるんですよ。むちゃくちゃ大変でした。でも、引き剥がして、引き剥がして、加藤の乱を鎮圧できましたっていうブログがありますんで、よかったら見てください。ね。 そして鎮圧したことで小泉政権来るわけですよね。小泉内閣発足。その時に初めてですね、ポストが与えられるんですね。経済産業副大臣。副大臣になるんですよ。嬉しいですね。勝手補佐官から副大臣になったんですよ。ね。政和会のこの本流のメンバーとして認められたってことじゃないですか。ね。そこから日記のタイトルが変わります。ね。それまでは勝手補佐官。勝手補佐官で森首相が倒れてから長田町日記。 中田町日記が変わってですね、副大臣日記に変わります。もう、その品工作的なやつなんだね。その、そのポストに応じてタイトルが変わるというタイプの漫画みたいな、そういうその品工作タイプのブログでした。そうなんですよ。副大臣日記って言ってですね、もうとにかくテンション高いです。 初めてもらったポスト。とにかく、その国務大臣になったということが非常に嬉しい。副大臣ですけれども、ポストが得られたんだ。副大臣なんだ。私は副大臣なんだ。何をするか。ねとにかくですね、その国務にね、とにかく忠実にやるわけですよ。ね特にこの高市さなえさんはですね、大臣の仕事の中でもですね、この議員立法を大事にしてるんですね。 はい。議員立法というのは、法律を議員から出すっていう。官僚が出すんじゃなくて、議員が作る。ね。これが非常に得意だったのは田中角栄さんですよね。どんどんですね、自分の力でですね、自分にですね、都合のいい法律をガン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 作って、ガンガン通していくというね、そういうタイプだったんですけども、この高市さんもどんどん法律作ります。このどんどん法律書くんですけども、大半の法律がですね、非常に国家間を色濃く反映した法律なので、なかなか審議が通らないという、そういう、 ヘキを持ってます。ヘキっていうのはおかしいんですけどね。 例えばなんですけど、その、日本の国旗を侮辱したら刑罰みたいな法律とか、中国の会社が日本の森を変えないようにしろとかですね。もうとにかく、国防安保っていうところにですね、と、その、その、お国のためにっていう法律をめちゃくちゃ書くんですよ。自衛隊法の改正とかですね、国旗を侮辱するなとかですね、に、中国の資本にその森を買わせるなとか法律を出して出して出してですね、なかなか通らないというですね、憤りを見せるんですよ。畜生と。 7ヶ月考えたんだぞっていうね。すごい調べなきゃやっぱ法律もね、案出せないんですよ。出した上で審議まで行くか、審議まで行って通るか、それはなかなかできない。でもかく。信念があるから。国家間が全てだから。やりたいことずっと一緒なんです。ね。ずっともうその時から一緒。ね。ところがこの計算副大臣の仕事の後の総選挙が来るんですよ。ここで落選しちゃうんです。うわーえーなんでと。 だって普通副大臣にまでなったら偉くなってんだから選挙って受かりやすくなってんじゃないっていうのが我々素人の考え方だよねそうじゃないんだよ高市早苗さんは永田町日記って書いてたでしょ永田町が大好きなんですその上で副大臣日記って書いてたでしょ副大大臣の仕事が大好きなんですだからずっと永田町にいたんですその結果選挙ってどうなります 地元に全然顔出さないねって言われちゃうんですよ。聞いたことあるぞこれ。岸田文雄さんの話でしょ岸田文雄さんは言いました。どんだけ忙しくても地元には必ず帰って平常時でも演説すべしと。ね。外務大臣の時だって俺は広島に行ったっていうのが岸田さんの自慢なんですよ。それが岸田ビジョンにもう太字で書いてあるわけですよね。それの真逆なんですよ。 全然地元に帰らないんですこの高市早苗さんはなんでかっていうとここからは女性議員と高市早苗の壮絶なバトルでお,お届けしたいと思うんですね心臓君に牙を剥くなんてやってくれるじゃない群馬百合子心臓さんが出れないのであれば私が出ます言って立ち上がったところにガーッタックル聞いたのが野田聖子なんですあんたのスティール出せないよ ウェブコミュニティプログレス毎朝1時間の生配信と週2回の授業観覧互いに夢を応援し合う仲間と出会える詳細は概要欄のリンクから私はあなぜ YouTube で戦うのかなぜ事務所を辞めたのかそしてなぜ海外へ移住したのか葛藤と挑戦の裏にはいつもプログレスの仲間たちがいた 中田敦彦の自転車説混沌を泳ぐ Kindle にて発売中菊 YouTube 大学 in ボイシー全公編ノンストップでバックグラウンド再生も可能移動中や作業中のインプットに最適です概要欄のリンクからどうぞ